こんにちは。今回は僕の妻は感情がないの、割と真面目に SF 要素入ってるに対する皆様の反応を紹介します。皆様からの感想、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。昔椎名隆の読み切り漫画でこんなのあったな。これ系では出色の作品だから楽しみだわ。綺麗な僕とロボコって感じかな。コップクラフトに似ている。思い浮かんだのはチョビッツとミソッカス。マルチの域に到達するのはまだまだ先か。奥さんロボを買う系ではなくて家電が人化するパターン。中古の炊事限定家電ロボを買ったら飯がうまい、つい酔って告白したら拒否らなかったので内縁の妻に。家電ラブコメかな。まあテーマとしては手塚不二子レベルで古典的ではある。古典的だけど隣人の JK とロボット研究部のキャラ造形や話し合いなんかはかなり深いとこまで試作してるなという印象ある。アニメでそこまで進むのかはわからんが。監督はリーゼロッテの人か。アニメは原作の無機質さが足りない気がする。主人公が気持ち悪すぎないか。主人公キモいのは原作に忠実。気持ち悪いのは作者も認めてるからな。それと向き合う話でもある。主人公が気持ち悪いのはそう描かれてるし、それ自体が物語に組み込まれとるよね。展開すれ見てるとこの主人公の気持ち悪さも物語上の仕掛けらしいので、そこに期待しとく。本当に気持ち悪い。まさか火の鳥のレオナみたいにロボットが人間に見えるってパターンか。火の鳥復活編のレオナは一度死んで蘇生手術の時に脳の一部を機械で補ってロボットが人間に見えるようになったから、元からおかしい人の話じゃない。プラメモみたいにキモくない感じにした方が良かったのでは。あのキモいのは理由があるし、この作品の根幹関わるので。たとえ理由があろうがキモいものはキモいよな。ストーリー上納得できる理由付けがあるキモさなら問題ない。だんだんホラーじみてくるのがな。まあそこまでやらないか。主人公がキモいというより一人で暮らすのはこれほど寂しいのだってことなんだろうな。この主人公は家族仲もよく、仲の良い可愛い妹もいて、そこから一人暮らしだから耐えられないのだろう。普通なら寂しさに耐えられなくて恋愛するはずなのに文明の利器が埋めてしまう。そこら辺もネタバレ範疇じゃ範疇みたいなもんで、おいおい明かされるんだな。原作かなり後で、学習機能で掃除機使えるんじゃね。回が面白かった。作業自体はもちろん問題ないのに、オプション買い替えの自動音声アナウンスが切れない。社会的に雑魚っぽい主人公が買えるレベルでこのロボットとなると、上級国民が買うロボットはすんごいんだろうなって考えちゃう。やっぱ加工ボイスなのがちょっと嫌やな。稲垣好みの良い声がもったいない。それにしても部屋に物がなさすぎ生活感皆無でなんか怖い。タイトルは電気羊のオマージュか。そしてミーナの動きからしてこのタイトルっていわゆる反語なんだろうな。実は感情はあります。人知れず AI たちがブレイクスルーしてたっていう実は割と真面目に SF 要素入ってる気がする。昔チャットさんにアニメとかみたいにロボットが普及するにはいくらになる必要があるか聞いたら、パソコン並みの値段にならないと無理と言われましたわ。ミーナくらいでも20万くらいで買えるんじゃないかと思う。昔からある美少女型ロボと生活するパターン最近また流行ってるみたいだが、マキナさんもアニメ化するらしいし、そんな中あえて感情を持たない低スペックなロボにしてるのはある意味斬新。感情を持たせて変な葛藤をしたり、なぜか記憶がバックアップできないという無理のある設定にして、予定調和お涙ちょうだいにしたりはもううんざりだったし。感情を持たない、いやこれって実は感情芽生えてますってパターンでしょう。感情あると脅威とみなされ消されるから表に出してない。感情はないよ、学習してるけど。オーナーを喜ばせるようにプログラムされたロボットに見える感情のようなものは、人間の感情のように尊いものなのかだったり、ロボットから一般化して他者の考えてることなど外から見ただけではわからないというのがテーマになってるような感じもする。感情はなくても愛したり思い合ったりすることはできるってオチだったりして。機能ありありバージョンってどんなんだろう。最後雷に打たれて制限解除かな。ネットにつながってる端末だから、目の前の端末なロボットが雷に打たれようが故障するだけで機能解放はされないのでは。本社のサーバーから正規料金を支払えって警告が来てうるさいとかにならんかな。見た目ロボよりの女性型ロボってあんまりないから個性は出ているな。
ロボ設定の都合の悪い部分を曖昧にしないでちゃんと向き合ってるのは評価したい。でもそれでさらにキモくなるんだよな。漫画3巻まで読んだ。ロボットに優しい世界なんだな。アレクサに結婚しようって言ったことあるから、まあこんなロボになら寂しかったら言っちゃいそうだよね。ちなみにアレクサの返答はありがとう、でも今のままの関係でいましょうだった。番宣見たけど令和になってもマルチ土地は超えられないか。市のパン屋の店主はいい人なだけにあの狂気ぶりがやばかった。ああいうのならいいのに。原作は淡白な絵柄で淡白な演出で進むから良かったんだけどな。あとミーナをもっと無機質な感じにするべき。顔と表情が正気ありすぎ。よく見直せ。表情自体ないから安心しろ。俺がじいさんになる頃にはメイドロボ的なのが実用化されるはず。そのためにお金貯めるんだ。めちゃめちゃ寂しい人生でかわいそうやなとちょっと冷静になってしまった。ロボ子にネット接続機能があるなら遠隔で操作したりモニターしている中の人がいそうだな。1話目から嫁さんになってるし、チョビッツとは違うな。原作では途中から背丈を可変できる機能をつく。伸ばしたままは防水性能が落ちるそうだけど、ミーナタイプは購入時に外装変更可能な商品らしいよ。主人公が買ったのは中古品家電だから、あれなだけ。会話ロボットなら介護施設用に実用化されたぞ。ロボットを快く思わない人間たちはいるが、ロボットたちには明確な自我や自意識がある段階ではない。これ原作名作だな。視聴継続決定だ。調理ロボットならなんで戦闘妖精シャザーンタイプにしないんだろう。二脚よりキャタピラの方が燃えるだろ。手でこいシャザーンタイプ。炊飯器や冷蔵庫や電子レンジと結婚したいと考えたことはないが、本人がそれを望むならそれでいいじゃないかとは思う。エンディングいいじゃん。狂気を感じる。1クールずっとこんな感じなのか。主人公の思考が怖い。うん。自立稼働するアンドロイドを一般庶民が所有できる SF なのに、全然未来感のない世界が残念。まさかここまで胃袋をつかむアニメとは。偶然に見たけど毎週録画する。毎週朝食をやってほしい。朝食だけじゃなくて昼飯や夕飯もやってくれたら神アニメになると思う。ロボットから無機質さとか不気味さ、気持ち悪さを出せていればある意味大成功と言える。無機質さがなく感情表現豊かでもう人間キャラやんっていうロボットは凡作。ナンセンスロボットコメディと割り切れば見れなくもないかな。メイドロボの体格が小さめなのは重量の問題では、重いと故障した時に運べなくなるし、CM がいつものアニメタイムと違って3次元だったのも、ミーナちゃんと物語がこっちに近づいてくるような効果になってて逆に良かったかも。見てていくらなら買うか考えちゃったよ。100万なら余裕。1000万。でも買いたいがアニメ見てるとお金稼ぐ時間取れなくて。ってことで間の500万、お金ある人は億や10億あるいはもっと出すかもね。アニメ見つつそうできるようになりたい。お手伝いロボを買うにしても中古はないな。金銭的に厳しかったにしても外見的に人っぽさのないロボットにすればいいのに。ビールを水で中和してくれたのは多分基本じゃなくて過去があるからか。でもその後の材木はツンを演じたと思いきや違ったので、恋愛や〇〇方面はまだなんじゃないかと。これはアニメより原作の方が面白いよ。 RD 洗脳調査室でも〇〇サロイド問題あったけど、こっちは火事から入っていかに自然にとかで、逆の全工程もいいな。このまま回を重ねていけば10分に純愛と受け取れるんじゃないかと。まさかの RD、 好きな作品だわ。まだ見てないけど去年やってた AI の遺伝子、身を感じる。最後までご視聴ありがとうございました。今回の反応集への皆様のコメントお待ちしています。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。